2月の16日土曜日、私が今来ているのは茨城空港です。なんで私が今茨城空港にいるのかというと、そうです、今日から沖縄マラソンツアースタートとなります。いや、マラソンも走るということで全力で頑張っていきたいと思います。それでは茨城空港からピューと沖縄マラソンツアースタートです。茨城放送ランニング部特別企画、茨城空港からピューッと沖縄マラソンツアー。さて、集合時間になりました。今回のツアーには茨城放送のリスナーの方とスポーツプラザ山新の会員の方に参加いただいています。そしておなじみの肌のコーチにも同行いただけるということで非常に心強いです。では間もなく出発です。行ってきます。現在の沖縄は22度まで気温が上がっているということで、茨城とは10度くらいの差があるみたいです。この後実際に明日走るコースの下見に行ってきます。下り坂ですね。下り坂でブレーキをかけすぎてしまうと、大体時太ももの方に力が入るようになってしまう。そうすると降りた後に疲労感がすごく強くなってしまうので、多少の坂であれば、もう体調はもうやっぱりこの日のために備えてきたので、整えてもきているのでバッチリ。コースを今日下にしたじゃないですか、肌のコースの話をちらっと聞こえたんですけど、沖縄マラソンほど過酷なコースはないって。それ弱気になってます？いえ、全く全然できます。今までだって私が成し遂げられなかったことあります？いや、そうですけど。いけますんで見といてください。明日は本番。本番当日になりました。時刻は今ちょうど8時ということなんですけれども、会場の気温は16度ということで、でも風が結構冷たいので体感的にはそんなにない気はするんですけど、日中この後4度くらい上がるということで、ちょっとどんな風になるのかまだわからないんですけど、きっと走っていると暖かく、むしろ暑くなるのかなとも思っていますが、頑張って走っていきたいと思います。沖縄マラソン完走するぞ。おこの時間は菊池舞の沖縄マラソンレポートをお届けします。早速電話をつないでみたいと思います。舞舞、今何キロ地点を走ってるんでしょうか？はい、今14キロ地点を走っています。お疲れ様です。はい、給水ポイントもこれまで何度かありましたか？ありました。海ぶどう取り損ねました。あ、そうですか。海ぶどうも給水ポイントにあるんですね。さすが沖縄マラソンですよね。それを楽しみにしてたんですけど逃しました。何か言い残したことはありませんか？あ、そうですね、今のところは弱音は吐きたくないと思います。
非常にきつい中頑張ってます菊池さん、はい、中西湖頑張れ。またまた杖ついちゃった。さて、今やってきているのは国際通りの沖縄民謡と沖縄料理が楽しめるこちらアンガマさんです、今日はですね、こちらのアンガマさん、去年もお世話になった場所なんですけれども、こちらで、マラソンの疲れを癒していきたいと思います。早速行きましょう。お酒ふう。ちゃんとついてきておりますでしょうか。本日3日目は観光旅行ということになっております。この度は菊池観光ご利用いただき誠にありがとうございます。まずこれから向かいますのはセーファーウタキという場所でございます。少し説明をさせていただきますと、このセーファーウタキというところは琉球王朝時代に国家的な祭事が行われていた場所だそうです。沖縄を代表する聖地となっております。平成12年に琉球王国のグスク及び関連遺産群が世界遺産として登録された中に、このセーファーウタキも入っております。このウタキという言葉なんですけれども、聖なる空間、祈りの場という意味が入
入っておりまして、セーファは最高位を意味しています。最も格の高い聖地ということから、パワースポットとしても人気を博しております。それでは皆さん参りましょう。ちゃんとついてきてくださいませ。参りますよ。しっかりついてきてくださいませね。続いてやってきたのは糸満市にあります琉球ガラス村です。でこちらなんですけれども、県内最大のガラス工房になっています。琉球ガラスというのは戦後の沖縄で生まれ、南国らしさあふれる色彩や丸みを帯びた可愛らしい形が特徴になっています。でこちらでは職人さんの手仕事を間近で見ることができるほか、琉球ガラス作りの体験や琉球ガラス商品の豊富さで人気の観光スポットになっています。私も早速体験に行きたいと思います。沖縄マラソン。はい、無事に茨城に帰ってきました。茨城はやっぱり寒いですね。いや、沖縄すごく楽しかったです。この後参加された方にもちょっとお話を聞いてみましょう。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回ご夫婦でツアーに参加されたということですけれども、参加してみていかがでしたか？はい、私はマラソンはもう今回沖縄参加は初めてなんですけど、一緒に行ったこの仲間というか、はい、かなりいい感じで楽しむことができました。舞ちゃんとかお顔とかも、ね、見ることができて、なんか親近感が湧いて、はい、とても楽しかったです。そういう風に言っていただけて、こちらもすごく嬉しかったです。ありがとうございました。とんでもないです。楽しかったです。良かったです。はい、さらに茨城放送のファンになりました。ありがとうございます。嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は県外からの参加ということだったんですけれども、どちらの県から参加されたのか教えてください。埼玉県の川口市です。あ、埼玉からどうでしたか？すごい楽しいランニングができました。ね、コーチのね、やっぱりアドバイスですよね。畑野コーチがいいアドバイスしていただいたので。観光などもあったんですけれども、そちらはいかがでしたか？いつもはマラソン大会だけ出て、それで帰ってくるパターンが多かったんですけど、今回はおかげさまでてんこ盛り の楽しみがありましたので、参加してよかったなと思ってます。また機会があればぜひ参加したいと思います。嬉しいです。どうもありがとうございました。はいはい、よろしくお願いします。今回のツアーで大変お世話になった肌のコーチにも感想を伺ってみましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは沖縄マラソン振り返ってみていかがですか？はい、ベスト出た方もね、結構おられるんですよ。ちょっとコースでベストと私もびっくりなんですけど、菊池さんの頑張り、途中で涙が出そうになりました。プロ根性というかね、いろんなところで一生懸命な部分がもう走りの中にも出てるのが、もう胸が熱くなりました。すごく頑張りました。いや、もう最後まで一緒に走っていただけて非常に心強かったです。ありがとうございます。そして今回は3日間のツアーだったということなんですけれども、全体を振り返ってみてはいかがでしょうか？はい、皆さん最終的に本当に仲良くなって、お友達感覚というか、レース以外でも笑顔がたくさんあるツアーだったんですよね。そうですね。皆さんにもっともっと多くの皆さんにこの楽しさを味わっていただきたいなと思うぐらい、とっても楽しいツアーでした。いやー、本当にこの3日間笑いあり涙あり癒しありのこと盛りだくさんなツアーになっていました。フルマラソンもこの3日の行程の中で走ったんだよなって思うと、すごく
なんか信じられないような気もするんですけれども、沖縄の美味しいものだったりとか景色も満喫できて本当に良かったです。皆さんもまたこういう機会があったらぜひ参加してくださいね。